自分たちのサッカーをこう真正面から出して新潟らしさをこう存分に出したような90分だったと思いますが、監督どのように振り返られますか？いや本当に最後まで勝利を諦めずに戦った選手を本当に称えたいなと思います。選手たち自信を持ってプレーされていましたね。まあそうですね、はい。攻撃の部分ではこう距離感よくこうスペースをこ うまく使って何度も決定機を作っていきました。このあたり攻撃の評価というのはいかがでしょうか？そうですね、分析の中にもあったポイントというのを、まあ、少し後半はかなり意識できた部分があったのかなと、まあ、もう少しクイックな動きで、シュートまで早く持っていければまた一つ良かった部分はあると思うんですけども、まあ、結果最後ひっくり返したところは、いや2点目も本当に思い切り のいいゴールだったと思いますし、どんどんそういうものを増やして、精度を高めていかないといけないなというふうに思います。三戸選手振っていけってスタッフの方に言われていたという話をしていましたが、いいゴールでしたね。いや素晴らしいゴールですね、本当に早くやってくれって感じでした、はい。そして今後半という話ありましたが、後半ぐっとこう自分たちの時間をさらに増やしていきました。こう改めてどんな指示をハーフタイム出されたんでしょうか？まあ、特別なことはないですけども、本当にテンポよくボールをやっぱり動かしていくということ、どうしてもやっぱりフリーになりすぎることで、その時間をちょっと自分で使いすぎる部分もあったので、どんどんボールを動かして相手の目線を動かしながら相手が出てきたところをやっぱり侵入していく、突破していくっていうところを、まあ、選手とも話しながら、後半に入ってきました。監督が求めていたサポーターに笑顔で帰ってもらうということ、今日叶いましたね。まあ、本当ですね、そこが一番嬉しいです、はい。本当におめでとうございます。ありがとうございました。